質問来とった。1.18 で一番ダイヤと鉄が取れる高さはいくつですか？結論。Y-54。ダイヤは Y16 より下から生成され始めて、Y-64 へ近づくほど増えていく。だけど奈落手前にある、最下層の岩盤の高さは、Y-60 から Y-64。ちょこちょこ岩盤に出てこられたら邪魔くさいし、それに加えて、新しく設定された溶岩だまりも存在する。その高さは、Y-54。つまり、この高さだと目の前に溶岩や岩盤が出てくることもないし、ダイヤは大量、鉄もちゃんと出る。だけど弱点もあって、Y-54 だと銅と石炭が絶対出ない。それに深層岩はとても硬く、普通の石の 1.5 倍時間かかる。昔ながらの Y11 だとダイヤの割合は減るけど、ちょっと楽で鉄が多くなって全種類の鉱石が、取れる。選択肢の一つになります。ってことを、